吉田さん、日本のルールね、国内のルール守らないといけないですよね。守る以上に知っとかないといけない、コンテンツビジネスね。確かに消費税いくらとかやらないですよね。そもそも消費してるのかっていう、消費税っていうのはちょっとおかしい概念ですよね。まあでも売上が1000万以上超えると基本的には消費税は徴税されます。今度インボイスっていうのが始まるそうですけども、インボイスってのはね、すごく妙な話で、そもそも消費税ってものを設定せずに販売してる業者さんっているんですよ。年間売上が1000万円を超えなければ消費税の納付義務がありませんから、そもそも商品価格に消費税を納付しないんだったら入れてないよみたいなところもあるんですよね。もちろんあえて消費税を設定して益税って言ってね、支払わない消費税によって 10% 余計に儲けてる業者さんもあるんですけどね。まあけど消費税を払う事業者ではないから、最初から消費税をかけてないよっていうところも、インボイスが始まると消費税もらってないのに消費税を払わなくちゃいけないっていう妙な形ができます。つまり今ね、商品売価の中に消費税っていうのが組み込まれてるんですよ。それだけじゃありません。商品の売価の中には様々な税金がもともと組み込まれてるんですよ。だからプラスで消費税ねって形にはなんないのと、あとはいろんな税金が組み込まれて、最終的な売価にトータルに消費税っていうのは 10% つきますよっていうふうにね、多重課税になってるわけですよね。そこがなんか息苦しいなと思いますけどね。まあ、これからどうなんでしょうね。どうなってしまうんでしょうか。今日もいい一日になるでしょうか。まあなんですかね。今日はどうしますかね。あ、今放送終わってね、FX オリガルヒ、一応49万8000円でのご案内なんですよ。もちろんね、プレセールでの価格ってのはまたもうちょっと割安にしていきますけども、基本的には49万8000円年間に1回の募集でやっていこうと思うんですよ。当然これ消費税外しますんでね、消費税込みのご案内ってことになりますけども、まあとりあえずは最初は10名ぐらいのスタートになるんじゃないかなと思います。今のところ5名がもう内定確定しているんですけども、私どうせ FX をね、放送しながらやりますんでね、これからも。でその放送を限定公開にして限られた人に受け取っていただきたいなと。で今までの私の活動履歴からしてどのぐらいのサポートになるのかってことは十分認識している方が参加されると思いますし、私もそれ提供できる自信があるからね、やるわけですよ。そもそもプラスアルファで何かを頑張るっていうよりも、今まで通りのスタンスを見せていくだけなんで、なんかね、新しいコンテンツ始まるぞみたいなね、なんかそんな感じじゃなくて、もう本当になんかこう等身大の力を込めて、なおかつ自分も鍛えられるし、それから新しい FX のコースのね、受講生さんとの関係も作れるし、まあ、今まではね、FX のコーチを講師をまあ一人ですけども外注してたところがあるんで、どのぐらいのサポートだったのかなって確かめようがないのと、おそらく不満を感じていてもね、私が何かできるわけじゃないんで、ちょっとね別の話になってたと思うんですけど、今はもうこれ一体化なんですね。だから自分の手の届く範囲でしたらかなり手厚くできるんじゃないかなと思いますんで、もうなんて FX のスキルはまあもっと高い人いると思いますけども、サポートレベルでね、このレベルっていうのは多分 FX 講師の中では考えられないと思いますね。なんか久々にやる気に燃えてますね。楽しい50代になりそうです。じゃあ今日は一旦ここで。